どうもこんにちは、今回はですねビーパル9月号、シェラカップが付いてるということで買ってる方たくさんいらっしゃると思うんですけども、オピネルのシェラカップが付録で付いてるやつです。で、ね、今回これをね2冊買いました。まあ正直言って2冊もいらないんですが、シェラカップが2つ欲しかったというだけで買ったんですけども、早速ですねこちらの中のシェラカップ見ていきましょう。これね見てわかる通りやっぱりねちっちゃいですよ。まあ、過度な期待はしてないんですけども、多分ねお醤油差しぐらいにはなるんじゃないかなと思ってます。と思ったら結構ちゃんとしてた。結構ちゃんとしてるなこれ。まあ、手のひらよりかは全然ちっちゃいんですけども、こんな感じでですね、しっかりオピネルと。普通のシェラカップだとですね、200ml だと思うんですが、これは 100ml とここに書いてあります。まあ、これでですね、なんか例えばご飯炊いたりとかっていうこともあんまり考えづらいのかな。まあ、やる人はやるでしょうけどね。ただ、僕的には醤油皿とかそういった使い方をしたいので、まあ、これぐらいの容量でも十分じゃないかなと思います。はい、ということでね、これが今2つなんですけども、わかるかな？もうすでにね、違いがあります。こっち側の方はね、ちょっと鏡面加工みたいになってますよね。これね、同じ付録を2つ並べてみてますが、まあ、やっぱり作りにばらつきがあるのはしょうがないんですけども、こっちの方がね、ちょっとこう、ツルツルしてるというか、鏡面加工じゃないけど、そんな感じになってます。こっちはね、結構ザラザラな感じというか、そんな感じですね。今回のこれ2つ買ったのはやりたいことがあってですね、やりたいことっていうのは、このシェラカップを磨くという作業です。まあ付録なんでね別にそんなことする必要ないんですけども、確かね3年前ぐらいの動画でジジイさんがやってたんですけども、全くねそういったことをやったことがないので、実際に素人がやってもできるものなのかどうか、その辺をねちょっとやってみて検証したいなと思います。まあやることは単純でですね、耐水ペーパーの320番、600番、あと1000番、これと最終的にこちらですね、ピカールで最後に磨くという感じで、とりあえず水、じゃあとりあえずガシガシいきます。傷がついてるの分かるかな。この傷をどんどんつけていって磨くという感じになります。今ねちょっとやっただけですけど、これ違いが分かるかな。こっからこっち側は今320番かけてるんですが、結構違うの分かりますよね。汗だく、だいぶ汗だくになってきました。現状はねこんな感じです。わかるかな、ツヤは出てきましたよね。これぐらいがね320番の限界なのかもな。ということで次行ってみましょう、600番。ということでチーズが見えますな。はい、とりあえず600番終わりました。磨き終わってこんな感じ、光沢がねだいぶ出てきたかなという感じがしますが、今度はね1000番、今回はですね2000番まで買わずに1000番で終わらしてるので、とりあえず耐水ペーパーをかけるのは次の1000番で終わりです。ということで1000番かけていきましょう。いまいちね、うまいこと言ってんのかどうかすらよく分かってないんですよね。
ちょっとね、これ分かりづらいと思うんですが、左側がね、磨いた方です。もっとね、すごく分かりやすければいいんですが、こうすると分かりやすいかな。なんか右側の方がね、ザラザラしてるのが、ちょっと分かるかなとは思うんですが、肉眼で見たのとね、このカメラ越しに見るのってのがちょっと違うんで、分かりにくいかもしれませんが、この辺ね、ちょっとこう光の筋というか、その辺が出てるのが分かるんじゃないかなと思います。対してこちら側はですね、ツヤが出てないので、この筋がね、弱いと思います。それぐらいかな、それぐらいしか、パッと見て分かる違いっていうのが難しいかもしれませんが、肉眼で見るとね、結構違うんですけどね。で、頑張って磨いてはいるんだけど、分かるかな？筋みたいなのが入ってて、これが消えてくれないんですよね。こっちが、何もしてないやつ、磨いてないやつ。ただ、最初からある程度光沢があったものです。で、こっちがですね、磨いたものですね。どうだろう、光沢出てるの分かるかな？で、今度はね、これにピカールをつけて、磨いていこうと思います。さあ、それでは行ってみましょうかね。こっちですね。こっちにピカール。はい、こちらがですね、磨いたものです。今度はね、仕上げとして、乾いた布、これで磨いていきます。まあ、仕上げと言いながらね、これからまた洗剤で洗ったりはしないといけないんですけど、さすがにね、ピカール塗ったままで置くわけにはいかないんで、洗剤で洗うという工程はあるんですけど、一応はね、ここで磨いたりするのはおしまいです。わかりますかね？だいぶ違いますよね。はい、ということでですね、完成しました。完成したというか、まあ、この辺にしとこうという感じなんですけども、多分ね、一発で見てわかると思います。こちら側が磨いたもの、こちら側が磨いてないものです。で、こちらに関しては、最初からね、結構ツヤが出てたんですけども、こちら側はすごくくすんだ感じの色合いでした。ですが、耐水ペーパーの320、600、1000ピカールとやっていくことによって、ここまでね、違いが出てます。この横の方もですね、結構一目瞭然な感じで違うんじゃないかなと思います。で、持ち手の部分に関してもですね、こんな感じで、違いが出てます。やっぱりね、こっち側見るとくすんでますよね。くすんでるんだけど、こっちを見ると、光沢が出てるという感じです。はい、ということで今回は素人でもできるシェラカップ磨き、これをやってみました。使うものはですね、耐水ペーパーが3種類と、あとピカール。これだけで、このような光沢を出すことができました。まあ、これはですね、ビーパルの付録なので、まあね、そこまでするかって言ったらそこまでするようなもんでもなかったりすると思うんですけども、まあ、ちょっと手をかけてみたかったというのと、あとですね、夏休みの時期なんですが、外に出られずに、まあ、家にいるしかないという方もいらっしゃると思いますので、そういった方にもですね、こういった
とにかく時間と根気がいる作業っていうのはですね、まあなんかこう我を忘れて没頭できるのでおすすめなんじゃないかなと思います。なかなかですね本屋さんでも売り切れが続出しているのかもしれないんですけども、もしですねこれを見かけたら、まず磨いてみてはいかがでしょうか。ということで今回はですねただただ根気のいる作業だったんですけども、まあなんとかね無事に終わることができました。これはですねキャンプ道具の一群として十分使えるものだと思いますので、どんどん使っていこうと思います。それでは